それじゃ今週はからまつがあるから教えてもらった、からまつチャーハンに挑戦だ。どんなチャーハンなんすかそれ。玉ねぎ、グリーンピース、肉、エビそして、愛が材料のスペシャルチャーハンだ。普通のチャーハンだそうです。久々ですがおっさんは焼き飯やチャーハンは得意なんす。と言った矢先にエビの下処理がグダグダなので、3倍速に変更っす。ノープログレムだ。誰だって最初はビギナーなものさ。この動画3年近く料理をやっているんすけどね、カット。ラードを温めて刻んだ玉ねぎかニンニクを投下。おっさんの独自理論では、チャーハンの味はラードの油、ご飯の炭水化物、そして塩で味が作られているとのこと。味の決め手は、謎の塊はミックスベジタブル。これで緑の彩りを作っていくっす。そして苦労して下処理したバナメイエビを炒めます。今回はいつもの焼き飯の作り方ではなく、ご飯の表面に卵をコーティングしていくバージョンの調理法っすよ。卵の殻が入ったりとトラブルはいつもの通りなのでご安心ください。トラブルウェルカム。予測不能な人生じゃ。卵コーティングすればこの通り、黄色のパラパラチャーハンの出来上がり。なかなかやるじゃないか。俺は成功すると信じていたぜ。もちろん、僕も信じていたっすよ。まあ、得意というだけ、なんとかチャーハンになっているように見えるっすね。イグニッション、さあ、ブラザーの喜ぶインプレッションズ、カモン。家族はあっという間に完食したっす。からまつチャーハンに資格なし。残念な結果ですが、せーの。ビクトリー。勝因は家族の空腹でした。今日はオムライスを作るわよ。弁当にオムライスってちょいちょい出てくるな。毎回白ご飯を敷き詰めるだけじゃ、飽きられちゃうからみたいね。おっさんのライスの箇所って言い訳がましいものが多いよな。そうなの。おむすびに可愛い表情の海苔をつけて、全体の可愛くなさをごまかしたり、寿司太郎で白ご飯じゃないとアピールしたりとかだ。言われてみればそういった理由だったわね。話の流れに関係ないけど、毎回出てくるご立派ベーコンは宮崎県都城のベーコンです。そうだったのか。実は雲仙ハムと同じで地域の加工肉だったんだな。意識してなくても、やはり地元九州の食材になるんだな。さあ、ケチャップライスも出来上がりそうだし、次に作るのは上に乗せる卵ね。そして重要告知。なんだ。今日はフライ返しを使います。ついにか、厚焼き卵じゃないと早え、やっとフライ返しを使うのか。お箸でやるより断然失敗しないって。完成画面に行きます。気持ちを切り替えてお弁当の中身紹介。お願いします。右下から小松菜のおひたし、冷凍。シューマイ、冷凍。ブロッコリー、イチゴ。上の段オムライス。最後にソーセージ。今日の感想は誰かな？今日は娘さん、イチゴが美味しかったんだって。高い買い物の甲斐があったな。ショートケーキの失敗で家族の信頼を完全に失い、焦っているおっさんはシフォンケーキを作っていくぞ。嫌がる家族に無理やりケーキを食べさせてみた。始まり。黄身と白身に分けて、まずは黄身を混ぜていく。ショートケーキの失敗を取り戻すなら、ショートケーキ作ればいいじゃん。同じものを何度も作って、ムキになっているのを家族に知られるのが恥ずかしいらしい。いや、こんな動画作ってる時点で十分恥ずかしいだろ。恥ずかしい動画の中盤、メレンゲ作りに行きます。そういえば、メレンゲって可愛い名前だよね。スイスのメーリンゲって街の名前が由来らしい。モコモコメレンゲタウン。いや、そういうファンシーな街並みではないと思うが、毎回、硬さに迷うメレンゲの出来上がりだな。成功しているかどうかは完成品を楽しみにしてほしい。メレンゲもそうだが、この切りながら混ぜるってのもできてないよな、おっさん。てか、おっさんできてることあるのかな？なんとかふかふかのスポンジができてほしいとことだ。成功したらまたショートケーキだ。ショートケーキ以外でもいいな。スポンジを使った何らかのお菓子を作ったりとか。焼き上がったシフォンケーキを冷やしていくぞ。変なことしてる。いや、これが正式なやり方で。乗らなかったみたいだな。テイク2。ちょっと焦げてしまってるな。よろしい、除去手術だ。おっさん作業に入りたまえ。焦げは取り除けたみたいだな。傾きを加えることにも成功したぞ。てか、全体的にボロボロだな。あ、でも、娘さんと息子さんはあっという間に食べちゃいました。おっしゃー、行くぞー。
せーの。ビクトリー。たまには変わったピーマン料理ということで、クックパッドの3219さん、俺の大好きなピーマン味噌チーズ焼き、これを参考に作っていきます。クックパッドのレシピを使うのは珍しいな。おしゃれな料理ばかりでアホなおっさんにはピンとこないからね。オリーブオイルに粉チーズ、確かにいつもにはない調理工程だな。まあ、結論から言うと不評だったんだけどね。作るのはおっさんだからな。そんな殺伐とした調理風景に雲仙ハム登場。ローカルな食べ物なのになかなかの登場率だよな。前はこのハムについて話したので、今回は全国の皆さんは知らないであろう雲仙についてちょっとご紹介。温泉地として九州では有名な雲仙、場所は長崎県島原半島西部で、飛鳥時代には行基がお寺を建て、明治大正時代は上海疎開にいる欧米人の保養地にもなりました。温泉か。いいわね温泉、私は好きよ。え、なん、いや、なんでもない、ゆず湯みたいにお湯に生首が浮かんでいるのを想像してしまった。あ、あのおにぎりの笑顔は。お弁当の中身紹介していい？どうぞ。右下から雲仙ハム、プチトマト、うずらのゆで卵カレー味、栗の甘露煮、俺の大好きなピーマン味噌チーズ焼き、上の段、最近両目がアップしたちくわの磯辺揚げ、冷凍。最後にテヘペロおにぎり3つ。感想をお願いします。雲仙ハムが大好評でした。ですよねー。寝坊から始まる今日のお弁当作り。まずは金時人参でしりしりを作っていくぜ。別名、京人参と呼ばれる京野菜の一つですね。ある。だぜ。名前は昔話に出てくる赤い顔の金太郎に由来するぜ。寝坊してしまったとのことですが、お弁当作りは大丈夫なのでしょうか。いきなり500円玉が映らないところを見ると、お弁当作りは成功したんだろうと予測するぜ。少し安心しました。ある。最近は偽装巻きで絶好調の厚焼き卵だぜ。偽装巻き、おっさんが独自に開発した、おかしな巻き方をする厚焼き卵だぜ。ちょっと早かったみたいだな。急いで大変なことになるかと思いましたが、意外と慎重なんですね。ある。外側は返せるぐらいの硬さに焼けていて、内側に生の卵液がたっぷり残っているのが理想だぜ。火力は弱火と中火の間とのことだ。途中経過が嘘のように綺麗です。ある。それじゃ、お弁当の中身の紹介をお願いするぜ。お任せください。右下のおかずから、大根とこんにゃくと豚肉の煮物、お嫁散策。金時人参しりしり、偽装厚焼き卵、きゅうりちくわ、春巻き、冷凍、お弁当上の段、サンマのかば焼き、缶詰。最後白ご飯の上に明太ふりかけです。今日の感想は誰が来るかな？今日はお嫁さんです。ある。煮物が美味しかったとのことでした。おう。おまけコーナーだぜー。本編に関係はないが、いただいたコメントに返信していくコーナーだぜ。まずはいつものようにおっさん宛てのコメントから、頼むぜ霊夢。あいあい、おっさんの動画見ながら志願理由書書き終えました。受験頑張ります。ダッシュ、オウム。毎日の勉強お疲れ様です。さっき修論出してきたから、おっさん俺を褒めろ。自分で言うのもなんだが、かなり画期的な研究になったぞ。褒めます。あなたは偉い人だ。倍返しって何されるの？お気に入りの枕を隠されたりとかです。40歳になって人生の決断、声の養成所に通うことにしたけど、この年でやっぱりおかしいかな。良い結果を出せば、良い決断だったことになります。さようならおっさん。ありがとう。続いてはフライパン宛てのコメントだぜ。コメントありがとうございます。一つ目、1月23日が誕生日なので1、2、3、ダーの勢いでフライパンさんにお祝いしてほしいです。行くぜー。1、2、3。え？ダーって言いなさいよ。ダー。気を取り直して二つ目。ごめん。フライパンとか、トヨちゃんとかレンジ先輩とかのオフの話とかもっと見てみたいので動画検討お願いします。レンジ先輩は休みの日は旅行とかに行ってるっぽいです。トヨはこの前、引っ越しで忙しいって言ってました。そして最後よ。はい。この動画のシリーズ見てたら3時過ぎてた。受験生なのにどうすればいいかフライパン教えろ。
今すぐこの動画を閉じた方がいいと思います。ありがとだぜ、フライパン。ありがとうございました。あと二つあるけどいいかしら、任せろだぜ。星各キャラクターの誕生日は決まっていますか？星、特に設定はないが薬味は12月25日だぜ。ネクスト、ピザがマークしろよ、楽しみにしてんだお。後ろのポスターによると少し進んだみたいだな。最後にいただいたイラストを紹介。エシさん39なんだぜ。ヨナゴさん、はじめましてヒデゴンスさん。いつも動画を楽しみに見ております。大変恐縮ですが、カットノリでおそ松さん回のしゃもじの妖精、フライパン、トヨちゃん、薬味のイラストを描かせていただきました。これからも動画の更新楽しみにしています。それでは失礼します。おそ松さんバージョンありがとなんだぜ。トヨがトトコちゃんってのが似合いすぎているわね。みんな、ここまでのご視聴お疲れ様なんだぜ。コメント、マイリスしてくれた方、ありがとうございます。宣伝、タグ、商品登録もありがとだぜ。ツイート、スレマにも感謝。それじゃあ皆さん、いってらっしゃーい。来週も恋にドロップドロップ。だぜ。